は。今日もパスタの時間がやってまいりました。今日はリクエストでクリーム明太子スパゲッティ作ってみたいと思います。材料はこちら。まずオリーブオイルですよね。これ 250cc なんですけど、これでニンニクをちょっとカリカリに揚げたいと思います。あとトッピングの大葉ですね。から明太子2腹、生クリームとバター、あとパスタは 1.75mm で今日はいきたいと思います。よいしょ。カリカリニンニクを作るんですけど、きつね色になる手前ぐらいで揚げるといいそうです。今ちょうどこんな感じですね。あとは余熱でもう中まで火が入るんで、塩ね。よし、こんなもん。さっきのオリーブオイルを大さじ3杯から4杯ぐらいかな。でそれプラスバターを入れちゃいます。そこにほぐした明太子2腹、よく混ぜると。いずれパスタ茹でた後で茹で汁で少し温まるんで、今はこのぐらいで十分です。あんまり温めちゃうと粒が白くなってっちゃうんで。パスタ茹でます。ちょっと今日は少なめね。茹で時間は標準で時間7分なんで、6分半ぐらいでいこうかな。さっき1分短めって言ったけど、実際もう1分足しました。少し柔らかめに仕上げてます。でここに生クリームを加えてですね、ちょっと今日はクリーミーな感じで仕上げて、ちょっとお玉のお湯も少し加えて、ここから混ぜ合わせていきますね。もう火は止めてます。まあちょっと水分ね、もう少し水分を吸わせる感じですね。冷めていく間にパスタが水分をどんどん吸っていくので、フライパン振るたんびに水分がどん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 蒸発していくような感じなんですよ。ある程度クリーミーな方が、なんだろう、滑らかですよ。よし、このままからですね。少しソースも残ってるぐらい。じゃあ盛り付けていきますね。
構このニンニクのねポイントなんですよ。あとは大葉も乗せて、美味しそう。もうちょっとスープ欲しいね。こんな感じで完成ですね。今日はスペインのカバを用意しました。カジュアルなスパークリングワインです。さあ、このコルクの開け方ね、飛んでかないようにしてくださいね。くっと、ですかな、意外と硬いことが多いストップはい、ではいただきます。今日はスペインのカジュアルなスパークリングワインのカバを開けていただきます。このコルク抜くときね、飛んでっちゃダメですよ。しっかり押さえて、でクッとひねる、うまく開ける。これ最初硬い場合がすごく多いから、そういうときはあらかじめ、ペンチとかでねちょっと緩めておくといいですよ。何回かに分けて真ん中辺までね。ではいいね。さあどうでしょうか。今日はねちょっといつもの作り方じゃなくて、クリーミーにするために生クリーム使いましたからね。普段は和風とかにしちゃうんでね。おいしい。品のいいと言っちゃ失礼ですけど、カラスミのパスタに近いかな。ああ、美味しい。うまい。これうまいわ。いや、久しぶりにこれ自分的に100点ですね。今日の実はこのレシピは代々木上原の一つ星のミシュランのお店のね、塩さんってあるんですけど、そこのシェフがクラシルっていう動画サイトで紹介してくれたやつを見て、あ、これ美味しそうかもと思って作ってみたんですよ。普通だと醤油バターにレモンとかそういう感じなんだけども、これはやっぱりガーリックがすごいいいアクセントになってましたね。とってもこう上品な感じでね、美味しかったです。さすがミシュラン一つ星は違うということで、今日はこの辺で終わります。また次の動画でお目にかけましょう。ではでは、チャオチャオ。